精肉屋さん面白いですね。で、これ曲がったところにお肉屋さんがあるの？精肉店だからあれかな、コロッケとかはないかな。黒毛和牛牛肉らしいです。ちょっとちらっと覗いてみます。あ、いや待って、コロッケって書いてあるよ。ちょっと、いやコロッケいいな。まだ昼飯食ってないですから。あ、コロッケいいな、買い食いしてくるから。この奥入ったところにあるの。この奥、すげえ、ただの住宅地よ。あ、コロッケ売ってる。あ、売ってるよ。ちょっとせっかくやから買ってってみましょうか。へえ。さあ、ということでね、寄らせていただきました岩井精肉店さんということでね、めちゃくちゃ良かったですよ。あのね、お惣菜ね、あの販売しているということでね、いやいやいや、ちょっとね、今回はね、ちょっとあの中ではね、ちょっと撮影はね、あの控えておいてね、控えて、いや、そう。いや美味しかったです。で、肉の岩井さん、これね、ほんとちょっと分かりにくいところですけど、駐車場がここが駐車場になっておって、で、奥にお店がありますよっていう感じらしいです。で、そうで、中の方はね、あの ご家族でね、あの経営されてますよっていう、ところで、ございましたんでね、まあ店の規模はね、その大きくないんですけど、ちゃんとね、あの精肉も、あのね、値段もね、そんなあの高くなかった、あのちゃんとあのブランドのね、あの豚さんとかもね、あのブランドね、あ、そう、あの今名前がスッと出てこない、あ、これ書いてある犬鳴き豚っていうね、ブランド豚でブランド豚なんですけど、あのね、さすがにちょっと今日はね、このまま散歩なんで、精肉ね、買って帰るわけにいかないもんで、ちょっとね、買えないの残念だったんですけどね、代わりにちょっとね、コロッケの方をね、買わせていただきました。あ、写真ね、撮ってあります。こんな感じっていうことでね、いやー、美味しかった。あのね、あの基本は息子さんの方がね、あの、咲いておりますよってことでね、精肉とかは全部、咲いておるみたいなんですけど、あのね、お惣菜の方はね、その、おかみさん、おかみさんっていうか、おばあちゃんが、いまして、のね、あげて、一個一個ね、あの、あげてくれましてね、そう、ね、食べてきたやつが今、動画、写真がね、載ってると思いますけど、端からね、コロッケ、60円のコロッケと、120円のコロッケがあってね、120円の方は黒毛和牛コロッケってことでね、が一番端っこね、で、真ん中メンチカツ、せっかくなんでね、3個いただきました。で、まだね、お昼ご飯食べてなかったらね、もうペロリといただきました。いや、めちゃくちゃ美味しかった。うん、なんでしょうね、もうやっぱお肉屋さんのね、やつっていうのはあれですね。で、基本的にはあのイートインはできないところですので、あれです。ちょっと今回ね、取材でね、一応取材って形で、ちらっと撮らせてもらいましたんでね、ちょっとパッとレビューさせてもらいましたけど、基本的にはね、中で食べさせてくださいそういうのはあのできませんので、それだけはちょっとあのご了承ください。でも地元の方向けのね、お店ですからあれですけど、いやいやいや、本当に美味しくいただきました、ありがとうございました、ということでございましてですね、うん、正直ね、結構あのしっかりとした、コロッケ、メンチカツ、3個食べましたんでね、いい感じでございます。いや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 、さあ、ただ細い路地なんでね、ちょっと気をつけながらですけど、でもあれですね、そう、あのさっきのお店のね、おばあちゃんもこの道60年ってことでね、そう、すごいですよね。いや、すごくね、愛想のいいおばあちゃんで、いろいろとね、地域のこととかね、いろいろと、教えていただきましたんで、いや、これはね、助かりました。
にしても私はこの時に、この時歴まだ8時間ぐらいですけどね、この時歴80年の方でしたんでね、それはね、もう全然なんか80年じゃない、84とか、入るだったかな、そうびっくりですよね。いや全然ね、そんな感じに見えない方で、もっと若い方なんだろうなと思ってましたんでね、いや郵便局もあるけどこっちに出ないといけないな。中でね、結構ね、取材の方もね、させてもらいました。動画はね、回してませんでしたね。ちょっと他のお客様とかも結構ね、道中ね、撮られてたりとかね、してましたんで、あんまりね、中で動画回してもね、あれでしたんで、いやー、でもこういった裏通り来るとあるなということでね、いや、よかった。いや、今、かなりいいですよ、今回。完全に趣旨とは、ね、外れてるのはもう承知の上です。完全に承知の上なんですけど、今のところ、この設置後、最高です。設置後ライフ満喫しております。いやー、いいですね。いやー、そう、あそこもね、ちょっとね、入り組んでますしね、ちょっと分かりにくいところですけどね。そう。あ、ちなみにあれですよ、だから全部食べて280円でしたからね、なんか本当申し訳ないぐらいに安くて、逆に本当にちょっと本当にこの値段でいいんですかって、気分になっておりますけど、まあ、ありがたくいただきました。いやー、で、これ教習所か。はい。あ、これが教習所か。はい。本当に近いんだ。うん。タバコ出版事業本部、すごい。結構行々しい名前ですけど、自販機2個でしたね。まあでもすごいですね。マールボードがなんか触れやんくなるみたいな話もありますけど、どうなるんでしょうね。すごいな。ここは、おお、漬物屋さん。あ、お米で米ぬかか。あ、で、ナス漬けも売ってるんだ。これで前の道に出れんのか。水まってたら走ってくわ。もうバリッバリに熱くなってきましたけど、いや、暑い暑い。制服の衣服屋さんの自販機があるけど、安いやん、100円、いいですね。すごい、結構ガチな感じのイラストの感じになってるんですね。今服を買うといいよってなってますけど、さすがに指定の中学高校の制服買ってたらね、ダメですからね。それはただの怪しい人ですからね。で、貝塚港まで3キロなんだ。結構はもう、じゃあ結構貝塚の駅の近くの方まで来てるんですね。いろいろとお話をお伺いしてたら、精肉店ですからね、涼しくしてますからね。いやー、お、石材になった。じゃあ石材駅の近くか。いやー、順調に来ております。これで石材駅の近く。あ、そこも石材の駅。あ、すごい、踏切信号あるんだ。すごい不思議。あ、ここ一座駅なんだ。すごいですね、これ。こんな感じで、あ、逆光で見にくいですけど、こ
りあの LED の兼ね合いでパカパカしてるんじゃなくて、もう本当にパカパカしてますね。こういう信号らしいです。ちょっとここは一旦停止なしでいつも問題ないわけですね。この信号があの変わったら一旦停止、もしくは、停止しないとダメですよっていう信号ですね。あの近鉄やと、近鉄の鈴鹿線か、近鉄鈴鹿線の鈴鹿市駅のあたりにねありますね、こういうタイプね。市役所の前のところね。でこれで石井駅、いや暑いです、いやー雰囲気も暑いですね。ただ、そこに関しては